まあ20年前まだ生まれてないメンバーもおります。まあ本日このような演舞をご覧いただきまして、和気あいの、まあ、思いというかその原点を改めて皆様にご覧いただきました。和気あい一同嬉しく思っているところでございます。それでは長い時間お付き合いいただきましたが、非常に名残惜しゅうございますが、本日の公演最後の和気あいの演舞となりました。2021から演舞しております時祝いという曲でございます。まあ、この曲は、和気あいの念願でもありました。先ほども申し上げました通り、よさこいの聖地北海道札幌よさこいソブラン祭りにも参加をさせていただいております。和気あいは現在4月の新曲お披露目に向けて、もうすでに衣装も完成しているようなことも聞いております。まあ、皆様に改めてまた4月に新しい曲新しい衣装でお会いできるかと思っております。まあ、このこれから最後にご披露いたします和気2021時祝い、踊る回数もあと少しとなってまいりましたが、本日最後の演舞しかと務めさせていただきますのでよろしくお願いします。それでは和気入場。本日は最後までご覧いただきましてありがとうございます。最後の曲になってしまいました。ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。1000年の時を超え、桜咲く香取の社へ旅人が、それでは参ります。時祝い。体の科学にして生き込む年もまた旅となり、日々旅にして旅をするかとする。
はい、2021時、時祝いでございました。